このチャンネルは僕猫の魅力を発信し里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、激しい愛情の黒猫は甘噛に威嚇、名前を呼んだら来てくれるということでですね、この子があんこちゃんって言いますよ。撫でられて嬉しい嬉しいって感じがしますよね。ただね、今噛んだんですよね。もうすぐにね、甘噛みしちゃう子なんですよ。ただね、歯がないのでね、全然痛くはないんですけれどもね、スリスリしながら噛んじゃう子がね、かわいすぎでしょう。年齢はね、8歳から10歳ということでね、もうシニア猫に一歩近づいてきたなっていう感じなんですけれどもね、いやー、これはかわいすぎでしょう。めっちゃ噛むね。まあこういう噛むのがね、愛情表現なのかなって気はしておりますよ。我が家の靴下猫クーちゃんもね、噛むのが愛情表現なんですよ。だからすごく似てますね。泣いとるよ。スリーってすんの。お尻上がっちゃうね。でも泣いてる。よく泣くでしょ。かあ言うたよ。威嚇しておりますけれどもで、猫パンチとかするんですけれども、スリスリはするみたいなね。いやー、あんこちゃんかわいいわ。今回のお店は大阪京橋駅近くにある保護猫カフェ、猫の惑星ニャークルさんです。甘えてくれてるんですよ。おもちゃはどうかな。あ、ちょっと遊ぶ。年齢も10歳に近づいてるっていうことでね、あんま遊ばないですよね。うん、噛みたいかな、ひょっとして。泣いてる、噛んでる。後ろには白猫テナーくんがいてるね。大きな子なんですけれども、撫で心地最高ですよ。お腹見せてくれておりますよね。でコロンって転がんの。いやいやいや、これぬいぐるみみたいにすごく可愛いんですけれども、黒と白のコントラストってそんな感じですよね。スリーってしながらね、威嚇するっていうのは面白いんですけれども。あ、テナー君に攻撃したよ。じゃれてるだけ。怒ってない、ひょっとして。ちょっと緊張感はありますけれども。あ、飛びついた。あらあらあら、本気ではないかな。テナー君が本気で怒ったら多分ね、大事になりそうな気がするんでね。まあ優しい子かなとは思うんですけれども、あんこちゃんは多分ね、猫兄さんを取られたくなかったのかなって気がするんですよね。こうやってね、ニャーニャー泣いて怒ってるように見せてね、ほんと甘えたさんなんですよ、あんこちゃんは。よく泣くね。あんこちゃんがお家に入ったらどんな感じになるんかな。やっぱずっとこんな感じでね、怒ったりとかするんかな。ひょっとしたら周りに猫ちゃんがいなくて、いっぱい甘させてくれたら、こんなにゃーにゃー泣かないかもしれないんですけれどもね。おもちゃ遊ぶ？遊ぶやんか。猫兄さん手作りおもちゃ、将軍ですよ。いっぱい遊んでくれるかな。遊ぶやん。いいね。噛み噛みしてんの？あ、噛むのが好きなんかなって気もするんですけれども、撫でるとニャーニャー言うね、やっぱり。もう追いかけてるやんか。すぐ遊ぶのやめちゃうね。あ、テナー君も飛んできたよ。遊びたかったんかな。言うてもテナー君ってまだまだ3歳なんでね、遊びたい盛りかなとは思うんですけれども、撫でると怒るか。やっぱり猫パンチ飛んでくるね。うん、にゃにゃ言うて、股の下くぐりとかはしないか。あ、乗ってくれる。乗ってくれましたよ。あんこちゃんはね、膝に乗るのも好きな子なんですけれどもね、猫兄さんにはなぜかあんま乗らないんですけれどもね。うん、うん、かわいいな、聞こえで本当に。あ、降りちゃう、降りちゃいましたね。で、手に攻撃してますね。
でも近くにいてくれるんやね。かわいい子やわ、本当にね。膝の、あ、スリスリするだけか。膝には乗らないんだね、あんまり。甘噛みした後はスリスリですよ。怒んの？遊ぶ？もう遊ばへんか？反応ないね。お尻トントン、怒るかな？やっぱね、合う言うね。いやー、本当に賑やかな子ですよね。てなくん遊ぶかな？あ、ちょいちょいする。この丸々ボディで遊ぶのはいいね。にゃーにゃー言うて。激しい愛情表現。面白すぎでしょう。今のはちょっと痛かったんですけれどもね、ぜひね、あんこちゃんに会ってもらいたいな。で、ちょっと距離を取ってみました。あんこ、名前呼んだら来てくれるかな。来た、トントン。あんこ、お、来てくれましたよ。尻尾ピンってなってるでしょ。やっぱね、そばにいたいんですよ。で、スリスリしてるんですよね。でもギャーギャー言う。あ、テナー君も来てくれた。テナー君も甘えたさんやね。あ、でもあんこちゃんとちょっと喧嘩ならへんか。大丈夫かな。あ、やっぱね、襲っちゃったね。あ、テナー君今度は引いてくれた。いやー、優しい子やないか。ちょっと噛まれてるんですけれどもね。それもまた可愛いよ、君は。ずっと甘噛み中。足の間に入れてみましたよ。挟んじゃおっか。どうする？にゃーにゃー言うて。ぎゅーってなっておりますけれども、嫌がらないでしょ？めちゃくちゃいい子なんだよ、本当に。愛情表現が激しいだけでね、人は大好きなんでね。あ、怒る。怒ってるわけでもないんかもしれないですけれどもね。怒ってるように見えてね、決してそば離れないですもんね。面白い子やわ、本当に。個性が強い。あわを言いながらね、じゃれておりますけれども、撫でたら怒んの？かわいいな。それではね、もう一回離れて名前呼んでみようかな。一回だけやったらね、偶然の可能性があるんですけれども、二回目やったら本物でしょう。さあ、あんこちゃん呼びますよ。はい、あんこ。今度は反応早いね。いやー、あんこちゃんは甘えたさんで可愛かった。皆様いかがだったでしょうか。あんこちゃんの激しい愛情表現は可愛かったですね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫の惑星ニャークルさんでした。